こんにちは、今回も喧嘩時のガチャを回していきたいなと思います。喧嘩時は結構カードの育成とかに時間がかかる感じですね。なんか育成にただのレベル上げですね。ただのレベル上げにはこうアイテムとかがなくて、もう戦って経験値でどんどん増やしていくっていうのしかできないので、結構レベル上げに時間かかるんで大変ですね。まあ、カード自体のなんていうんですかね、スキルアップみたいのがあるんですけど、それ自体はアイテムでやってくんで、まあちょっとめんどくさくなったら続かなくなるかもしれないんですけど、とりあえずはまだ、まあ、リリースされて2日、2日目かな今日が経って、まあまあまあって感じなんで、頑張っていきたいかなっていうところですね。じゃあまたガチャが溜まったんでやっていきたいと思います。SSR 来た。拙者は伊藤一等祭、賭け事を好む死がない浪人じゃ。一等祭、力を貸してやってもよいぞ。あまね。私は釈迦院と言います。あまねじゃなかった。どうぞお見知りおきを。梅ちゃんじゃん。遥か北の果て、恵比寿と呼ばれる地より参りました。アマネにめっちゃ似てた。アマネかと思っちゃった。俺の名前はズナズナ、探幽様の絵から生まれたあやかしなんだ。あんたの力になってやるよ。かわいい耳が。キャンプ場から別の世界に飛ばされるとか、なんかゲームみてえだ。来た SSR。 よっしゃ。青波誠一郎だ。よろしく頼む。先生。心配するな。教師として責任を持って守ってやる。あざっ。かっこいい。しきみと申します。よろしくお願いします。しきみめっちゃ顔かっこいいじゃん。私に任せてください。やば。しきみめっちゃいい。かっこいい。俺は花田左半次だ。よろしく。駿河の国にある日月堂ってよろず屋でからくりを作りながら生活してんだ。いろんなキャラがいるな。一等祭。拙者は伊藤一等祭、力を貸してやってもよいぞ。俺の名は唐獅子だ。あまね以外と仲良くする気もねえし、ほっといてくれよ。青ちゃん、はじめまして、よろしくね。私深見もかって言うんだ。困ったことがあれば何でも言って。いや SSR 嬉しいっすね。やった。あ、でも SR は出なかったんだ。 SSR が1枚出て SR 出ない感じ。私は水戸藩藩主。まあでも今回良かったですね。まあ一番いいのは UR ですけど、 UR はリセマラであんだけ頑張んないと出なかったの。SSR が出ただけ、まあ良かったっていう感じですかね。しかも被んなかったんで。っていうことで、まあ今回のガチャ満足いく結果が出ましたね。以上、また溜まったら動画を出していきたいと思いますので、ありがとうございました。